台湾の半導体メーカーカが日本に工場を作りました TSMC 熊本ですよねね設備投資7兆円ですから、ね、日本よりも台湾の方がね半導体製造進んでしまいましたけどもだってもともと台湾の半導体メーカーって中国に売ってましたし中国になんなら工場を作ってたわけですよ。ところがそれはダメだっていうことになってアメリカがもう今後は。 中国に売っちゃダメですよという風うに動いて中国に工場を作んないで日本に作りなさいって言ってアメリカの主導のもとね TSMC が熊本に作ったわけです。で、韓国の半導体メーカーもちょろちょろ中国に売ったんですけど黙らしちゃいっていうことでもう中国に売らないようにと。その代わり日本とね台湾と韓国とあとアメリカでねもうもうみんなでこう使おうと。だから中国に売らないでこっちで使おうねっていうことでアメリカが中国に半導体が流れないようにもう柵を張ったわけ ですよね、その一環で TSMC が熊本に、えー、半導体の工場を作りましたっていうのはここで7兆円投資ですから。 GSMC はもともと中国とズブズブなんですよ。それをデカップリングすると。アメリカが、いや、向こうにやっちゃダメよと。全部アメリカで買うしと。だから中国に売っちゃダメですよということで、日本にまあ強引に振り向けた結果がこうなわけですね。現在、第一工場とね、これから第二工場も作るらしいんですけども、でに第一工場がまあ動き始めましたよということで、だから雇用もね、促進されるということで、だって従業員1700人ですからね。第二工場ができたら三千四百人になるってことです 今回は一番性能の高いものではなく2番目ぐらいのものを作ってるわけですよ。これね回路の線の幅っていうのでよくねその性能を表現しますけども第1工場は1228からナノメートル相当ということで最高のスペックではないんですけども2番目ぐらいのものを作ってると。で第2工場は640から40ということでさらに進んだものも作れるようになるということで実際にはもっと進んだものはねあるんですけどもでも一番汎用性のあるあたりをまず作ってみようということで とということになったわけなんですよねただね深刻な人手不足ということで熊本の工場を3,400人雇用しなきゃいけないですからねもともとは半導体っていうのは日本企業がね一番だったわけですからそれをね明け渡してしまったこれも結局ね東芝日田市三菱まあ、そういったね白物家電を作ってるところが半導体を作ってたわけですよそれもね家電の部品と思ってたわけなんですよでも実際はね家電の部品なんて賃金なものじゃなくて産業の血液って言われるほどね重要なものだったっていうねだから 作っててる本人がその凄さに気づいてなかったわけですこっちで作った方が安く調達できるのだったらうちら工場で作らなくてもこっちに作らした方がいいよねって台湾で作るようになっちゃってそれで取られちゃったわけですよ。ですから結局ねあの産業の血液っていうぐらいですからいざという時に制裁食らったら。 のの作れれななくなってしまううそそが今のロシアアでですすからねねヤギアンテナの呪いそうですよ、ね、日本人がねヤギアンテナって作ったんですけども結局アメリカに持ってかれて原爆投下の時にその技術が使われたというですね本当にね笑えない話ですよねなので産業の血液というふうに評価されるほどの価値があるにもかかわらず安く調達できるんだったら作らせちゃえばっていうね手放してしまったというそこがせっかく世界のねトップを走っていたにもかかわらずこういう形でねもう大 台湾企業にね持ってかれてしまったというのが非常に悔しいわけですけどそれでもアメリカが中国に売らないようにということで台湾そして韓国の半導体メーカーを東側にね釘付けにするということで今できているわけだからこれだってロシアに半導体が行かないようにっていうことを一生懸命やってんのにさっきみたいにねいや中国企業に売ったんですけどまさかその人がベラルーシに売ってロシアに行ってたって分かんなかったですなんて言ったって,ってたけいやわかるだろって話ですから これはですね本来であれば日本政府がしっかりと規制をすべきなんですけども規制が仮になくたってですねこれロシアに渡ったらやばいよねと思ったら売ってはいけないわけですよ目の前の前金欲しししさにに商売をしたといいう,ふうに言われてしまいますよねだからなんでこういう時だけ早く進まないのかと言ったら与党に公明党がいるからで公明党は中国に対して、ね、厳しいこと一つもこれまでもこれからも言えないし言えなかったわけですからまあそういうところに日本の弱さが出てきて してま,すよね、まあちょっとねこの工場が深刻な人手不足じゃねそうそうだからさっきのね日本の製品がロシアに渡ってた誰のせいって公明党のせいですから羽田で衝突事故が起きたのも公明党のせい日本の先端技術がロシアに渡ってウクライナで人殺しに使われているのも公明党のせいですすっきりしますでしょ分かりやすいですからね 武田純康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田純康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。